はい、我々の東京は Vlog JJ6TJ です。ですね、何十年ぶりかに、CQC を買いました。CQC1 月号なんですけど、まあ、別にその CQC の中の技術情報に興味があるわけではなくて、まあ、興味がね、ないとかあるとかいうよりも、理解できないんで、文系なので。理解できないので、まあ、それ買ってもわからないっていうところがありますかね。だから、欲しかったのは、実はこっちなんですよね。ハムノートブック2023で、手帳ですね。手帳が欲しかったんですよ。で、まあ、周波数がいっぱい載ってるのは、ラジオライフの、手帳がまだついてますから、それはまた年末に発売されるので、まあ、それはそれで、VX3 がね、その VX3 が、私の場合は外出時のラジオ代わりになってますので、周波数が分からないと聞けませんので、それはラジオライフの手帳に、頼るとしてですね、そのアマチュア無線するのに、わかんない。まあ、その昔、私、再開開局組ですので、昔と違うところが多すぎて、わかんない。で、何がわかんないのかというと、まず第一にバンドプランですね。バンドプランがもうわかんないですよね。1.9 とか、もともと、A1A しか出せなかった、電信しかできなかったわけですよね。バンド幅が狭くて。10メガと一緒ですよね。なので、電信ができるのは3アマ以上ですから、1.9 は3アマ以上しか出せなかったわけですけど、いつの間にか 1.8 から 1.9 メガ帯に、バンド幅が広がってて、フォーンが許可されてるわけですよね、SSP が。なので4アマでも使えるようになったわけですよね。でそもそも、フォーンが使えること自体知らなかったので、あら、なんか SSB とか書いてあるとかね。それからデジタルモードができたことによって、フォーンのデジタルですよ。だから何ですかね、交帯域デジタルになるんですかね。まあ、D スターであるとか、それから、C4FM ですかね。これは一体どこになるのかと。FM なのか、交帯域なのか、なんかよくわからないですけど、でもそういう区分っていうのが昔はなかったので、バンドプランちゃんとわからないと、CQ なんか出せないわけですよね。特に FM とかでやるときね、今まで OK だったところが OK じゃなくなってるとか、そういうことがあると困るわけですが、バンドプランでちょっと思い出したんですけど、ですね、43の FM だと20キロステップですね。で、ICOM の IC705 なので D スター積んでるんですけど、D スターだと10キロステップなんですかね。奇数で20キロステップ。まあそっから分かってないんですけど、まあまあ、でも10キロステップで動きますので、DV モードにするとね。だから10キロステップなのかなと思って、こうぐるぐる回してたら、まあスペクトラムスコープが出ますよね、IC705 って。で、まあ、慣れてくれば、その波形を見ればですね、それがその波形の幅だとか、それから広がり、波形の広がりだとか、まあ、そういうので見ればですね、あ、これ FM だなとか、AM だなとか、それから SSB だな、CW だなとか、あと FT4 だなとか、まあ、大体分かってくるわけですよね。で、当然43の FM モードの、FM が多分出せるだろう周波数帯域をバンド帯域をこう
ぐるぐる回してワッチしてるわけですから、当然あの強い信号がビャーンと上がってくると、あこれはね待機かあのバンドの区分からして、あ FM だなと。まあ、だけど奇数だったので、あこれはデジタルだなと思って、IC705 のすごいところは DV モードにしてて、強い曲が受かってスケルチ開きますよね。そうすると復調されない、デジタルの信号が復調されない場合はですね、自動的に、機械がですね、これ本当にデジタルかなっていうふうに勝手に考えてですね、これひょっとして FM じゃねって思って FM で復調を試してみるんですよ。で FM で復調できたら、そのモードのところのね DV って書いてるところがピカピカって点滅して、 FM DV FM DV ってこう点滅して変わるんですよ。そうするとあこれはあのFM だなんだなとか、デジタルなんだなっていうのが、そのモードが違ってても分かるようになってるんですね、 DV に合わせておけば。でところがですね、その奇数だったのでデジタルには間違いないんですけど、デジタル DV モードにしてスキャンしてるのでデジタルですごい強い信号だったんですよね。5ライン5じゃないですけど、であ5じゃなくて S が9以上振ってるので、まあ非常に強く来てるわけですね。だから復調できないわけがないんですけど、一向に復調してこないんです、音が出ないんですよね。あれこれモードが違うのかなと思って、 FM が10キロステップで出てんのかなと思って、なろうかなと思ったかね、いろいろ考えたんですよ。だけどもしも FM だったら、あの IC705 が勝手に復調を試みるので、その様子もないで DV のままザーッと音がしてるんですよね。スケルチはもちろん開いてますけど、音声は復調せずにザーッていう音がしてるんですよね。でこのザーッていうのはこれデジタルの特徴ですよね。大昔警察無線がデジタル化した時にスケルチは開くんだけど音がザーッとしか聞こえない、 S はむちゃくちゃ振ってるんだけど、聞いてもザーッとしか音がしないのがデジタルだっていうのを知ってですね、30年以上前に、いやデジタルって厄介だなとか思った覚えがあるわけですよね。それと同じ現象で、あどうしてこんだけ S 振ってんのにザー言ってんのかなと思って、よくよく考えますと多分ですよ、 C4FM だったんでしょうね。多分復調できないんですよね、 D スターの機械では。これは非常に厄介ですよね。困った話ですよね。だから前も言いましたけど、送信のね方式とかシステムの方式は、まあそれはメーカーによって D スター積む、それから C4FM、 まあ C4FM だったらワイヤーズ X になるんですが、それを積むのは自由だし勝手だと思うんですけど、シンプレックスの時に困りますよね。D スター機だったら、レピーター機能を使うんだったら D スターの曲につなぎますし、 C4FM だったらワイヤーズ X につなげばいいだけなんですけど、別にレピーター使わなきゃいけないってことはないわけで、普通にシンプレックスで直接波でつながるんだったらそれでデジタル通信したっていいわけですよね。だけど C4FM と D スターでは互換性がないので、シンプレックスで通信ができないわけですよ、 S は振ってんのに。だからせめてね、そこだけでも復調できるようにしてくれれば、お互いにね違う、デジタル方式であってもせめて直接通信はできることになるわけですよね。要は iCOM の機械に、C4FM の受信機能だけつければいいわけで、送信はいいので、YSX もいらないので、D スターのシステムだけでいいので、でもせめて受信だけは、C4FM が復調できるようにしておけば、相手が八重洲の機械で C4FM 送ってきても、こっちで聞くことはできるわけですよね。で、こっちからの、送信は、D スター
って送信するかもしれませんけど、これ IS の機械も同じで、あの送信機能は別に C4FM だけで構わないし、D スターのレピーター機能を潰す必要もないので、YSX 積んどきゃいいんですけど、受信だけは D スターの、副調機能をつけておけば、お互いに C4FM と D スターでシンプレックスで電波出し合っても、お互いに副調できますよね。まあだから、まあ厳密に言うと方式が違うのでクロスモードということになるのかもしれませんが、まあでもどっちにしたってデジタルですよ。要は圧縮方式が違うだけですよ。コーデックが違うだけですからね。っていうふうにしておけば、あの、お互いにね、競合する相手の、受信、副調機能だけ持たせれば、もう送信でわざわざまた新しい機能を潰す必要はないので、お互いに C4FM あるいは D スターの副調機能さえ積んでおけば、シンプレックスでは相手がややすであろうがアイコムであろうが、直接通信ができるのになぁと、まあいうふうには思ったんですけど、まあそうはいかないんでしょうね。で、バンドプランを見ながらですね、いろいろ、まあ、HF とかずっとスキャンしながらこう様子を見てたんですけど、28メガでですね、10メーターですね。10メーターで、まあ、てめて FM ありますけど、まあ、今冬ですし、ほとんど何も聞こえませんが、下の方の SSB の帯域だったと思うんですけど、なんかね、スペクトラムスコープの波形を見てみると、どう見ても SSB じゃないんですよね。SSB よりも広いんですよね。でまさかこんなとこで FM 出してるわけはないので、あ、これはひょっとして、AM かなと思って、で AM モードに合わせて聞いてみると、やっぱり AM でした。で AM でも出れるところだったら別に AM でもいいんですよ。別に AM がダメと言ってるわけじゃないですからね、使って悪いことはないんですよ。だけどよくよく聞いてみると、あのアンカバーでした。やっぱり要は CBAM ですよね。E4CB も AM ですけど、55CB ももちろん AM ですけど、それをそのまんまアマチュア無線機で、HF の機械で28メガで、あの、AM で出してるわけです。もちろん E4 無線機を改造して28メガで出してるのかもしれません。まあ、その理由はわかりませんけど、まあ、何せトラックですよ。トラックが、CB と全く同じ口調で、あの28メガ帯の AM で、あだこうだ言ってました。それ面白いのが、そのスペクトラムスコープを見てて、見てるから分かったんですけどね、まあ、お互いに近くの曲だから AM モードでやると、多少まあ周波数がずれててもほとんど分かんないですよね。1キロ、2キロ、3キロぐらい、あの、ずれてても、AM もそもそも帯域幅が広いので。で、たまたま受信してた私のところも近かったんですよ。かなり強い、電波で AM が入ってきたんですけど、よくよくですね、スコープを見てみると、ずれてるんですよね。A 曲が、これ両方とも多分トラックですよ。A 曲のトラックが出してる周波数にゼロインしますよね。ちゃんと中心を周波数にピタッと合わせて受信しますよね。ちゃんと受信できますよね。B 曲が、マイクが渡って B 曲が出しますよね。ずれてるんですよ。あの、スコープの中心が。あれ?と思って、じゃあこっちにゼロインしたらどうなるのかなと思ったら、何キロ?3キロ。3キロずれてました。だけどまあ近いし強いので、お互いに3キロぐらいのズレだったら分かんないんですよね。だけど IC705 のスコープで見ると明らかにズレてる、 F ズレしてるので、これはまともな無線機じゃないなと、思いますね。どっちがズレるとズレてるのかは私には分かりませんが、どっちがどういうチャンネルとしてね、あの、その周波数を使ってたのか分かりませんので、
どっちがずれてるっていうのはこちらでは判断しにくいんですけど、まあ、1kHz 単位でピタッと合わせれば、まあ、A 曲が多分そうなんだろうと思えば B 曲がずれてるっていうことになりますけど、まああのコールサインももちろん言わないので、誰それさんとか金太郎さんとかなんか言ってましたけど、あの不法無線局であること自体がもう問題ではありますが、ありますけども、その F ずれしてるっていうのは何て言うんですかね、電波の質ですよね。電波の質に問題ありですよね。まあ違法局だから問題ありなんですけど、その上にですね、電波の質3キロずれてるとか、もうむちゃくちゃですよね。よくそんな無線機で、出すよなと思いましたね。パワーどれくらいかけてるか知りませんけど、まあ、エッジ付近を使って、不法に無線機を解説しているのであれば、いろんな周波数に出れますのでね、3キロずらせばいい話ですけど、元の違法 CB 無線機を改造してその周波数に固定して出てるんであれば、もうどうしようもないですよね。まあ調整、中で調整すれば済むのかもしれませんが、まあおそらくそんな技術はないでしょうから、ずれたまんま F ずれしたまんまその周波数でずっと走ってるんでしょうね、そんなことが今日28メガでありました。まあ、そんな感じでですね、CQC の付録のこの手帳でですね、そのバンドプランであるとか、それから、レピーターですよね、43のレピーター、アナログがまだ生き残ってはいますけど、昔に比べたらだいぶ少なくなってますよね。それと、D スターのレピーターもありますので、デジタルレピーター、まあ、デジタルレピーターの場合は周波数分かんなくても、リグの中にちゃんとメモリーで入ってますので、名前、どこそこ430、周波数何ぼ、コールサイン何ってデジタルなんで全部出ますので、だからまあそのリストはいらないですけど、まあそんないろんな資料がね、詰まってる手帳なので、これは再開局組はニューカマーみたいなもんですから、初心者みたいなもんですから、そういうのが手元にないとですね、無線するときに困るわけですよね。家ならね、インターネットでとかスマホでちょこちょこっと調べてパッと出ることできますけど、例えばまだやったことはないですけどね、移動運用をしようとなったときにですね、パソコンは持って行くかもしれませんが、出張とかの時は絶対パソコン持って、記事を書かないといけないので、パソコン必修なんで絶対持っていくんですけど、これもし、普通にね、移動運用のためだけに行くんだったら、パソコンは多分持っていかないですよね。FT8 するかっていうと多分しないと思うんで、方目的ですよね。パソコン持っていかないですね。そうすると、スマートフォンで、まあそうですね、スマートフォンであらかじめ PDF をダウンロードしておけばそれで済みますしね。主だった多分出るだろう周波数だけに絞って、ちっちゃな紙に印刷してリグの上に貼っときゃいいのかもしれませんが、まあまあでも、こういう手帳があると便利ですよね。ログの問題もありますしね。パソコン持っていかないんだったら、ログ紙でつけるか、今、エアハムログっていうのがありますよね。クラウド上のログですね。あれ、でも、ハムログとの互換がいまいちなのかどうかわかりませんけど、ハムログからエアハムログのデータの移行っていうのは結構あるみたいですけど、逆のバージョンですよね。あるいは同期させるっていうことができるのかできないのかちょっとわかりませんが、エアハムログをメモ代わりに、その更新データのね、記録のために、紙の代わりに、クラウドにとりあえず1個ずつデータを上げていくっていう使い方かなと今思ってるんですが、で帰ってきてから、ハムログに手動で
入れ直す。CVS ファイルとかでも入るのかもしれませんけど、多分項目合わないんじゃないかなというふうに、まだテキスト、CVS かな、カンマクギリかな、あの、ファイルを生成して、多分なんかいじんないと多分ダメなんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そんな感じで、この手帳がないと、運用もままならないということで、ちょっと買いました。ほんと何十年ぶりに CQ 紙なんて買いました。昔はもっと分厚くて半分ぐらいが広告だったんですけど、最近広告ほとんどなくなりましたね。あるにはありますけど、前に比べて全然少ないですね。値段何ぼだったっけ ?990 円でしたっけ、990円ですね。まあ、これが高いのか安いのかわかりませんが、そんなにね、その毎月毎月買うもんでもないので、多分こういう付録のある時しかいらないので、まあそんなに高いと思いませんが、まあ新しくやる方はもちろんですけど、最近よく言われているのが再開局組が、まあ、多くなった、私も含めてですけど、やっぱコロナで自宅待機とかね、それから家庭内での、まあ、要はリモートワークですね。リモートワークで家から出なくても良くなった方が増えてきたということから、家にいて何かをする、趣味をするってなると、まあ、何やってもいいですけど、読書してもいいし、美味しいもの食べてもいいし、読書してもいいし、まあ、何やってもいいですけど、まあ、無線をね、昔やってた方っていうのは、あ、そういえば俺無線の免許持ってたみたいなね、そういうので再開局をされるっていう方が多いと聞きます。あるいはリタイアされた方はね、何ももう会社行かなくていいのですることがなくなったので、じゃあ無線を再開しようかって言って再開局をする方もいらっしゃるようです。まあ、かといってね、その再開局組がいくら多いとはいえ、そのアマチュア局数が増えるまでの要因にはなってはなさそうですね。そこまではないと思います。やっぱ新たに免許取って開局する人が多くならないと局数は増えないですよね。だからまあ再開局組が増えることはいいことだとは思いますけども、まだまだアマチュア局の局数が、伸びる要因までね至ってないという感じですかね。一応ですね、いろんな準備としては一応今いろいろ考えたんですが、まあ、JAL にはとりあえず入りました。銀行振り込みでお金払いましたけど何も言ってこないんですけどね、それが不親切です。せめて会費受領しましたぐらいのメール送ってこいよと思いますけど、梨のつぶてですね、多分数週間後にペロッと会員証送られてきて、はい、入会しましたよってことなんでしょうけど、今こんな IT の時代なんだから、銀行振り込みしたんだからすぐ確認できるでしょう、確認したらメールぐらい送ってきなさいよって思うんですけど、通販だって速攻で送ってきますよね今はね、ということは感じましたが、でこれはなぜかというと、やっぱその QSL カードですよね。紙の QSL カードが、まあ、今はその時代遅れなのかもしれませんが、まあ、だけど私個人としてはカード交換を別にしてもしなくても私はどっちでもいいですけど、したのであればやっぱ欲しいですよね。やっぱ見るの楽しいですよね、 QSL カードってね。だから個人的には欲しいと思うので、であれば自分も発行しなきゃいけないので、とりあえず JAL には入りました。次の準備っていうのは QSL カードを作ることですね。これは今考え中です。どういう風に作った方がいいのかな。昔のようにね、完全に写真送ってバレバレバシッと作って、裏面のデータ欄もきちっと作って、その、ね、データ欄の枠に合わせた、まあ、例えばハムログから印字をするのか、臨時で手書きで書くのかっていうことになりますよね。あるいは表面だけ刷って、
データ欄は何もすらなくて空白にしておいて、そこに自分の独自のフォーマットで定義ファイルを作って、印刷するっていう方法もありますよね。で、こっちの方が多分お金かかんないと思うんですよね。片面だけしか印刷しませんので。ただデメリットはですね、その QSL カードを持ち歩いて、その場で手書きで発行するっていうことが難しい。できないことはないですけど、データ書きゃいいので。いいですけど、ちょっとそれが難しくなる。あらかじめ白紙、データのところを白紙で印刷できるんですかね、ハブログって知りませんが、その白紙のデータ欄を印刷しておいて、あらかじめ。で、それを持ち歩いて手書きで発行するってことはできるかもしれませんが、まあ、表だけ印刷して裏面を自分の定義ファイルで発行するっていうのが現実的なのかなというふうに思ってます。あとはデジタルモードですね。FT8 とかのデジタルモードは現在総合通信局に変更届を出してあるのですが、審査中のまま永遠と変わりません。もう1週間、10日ぐらい経ちましたけど、審査中のままステータスが変わりません。開局申請の方が早かったかもしれません。どうなってんのかな。ということで、その審査終了待ちです。審査終了したら FT8 にとりあえず出れますけど、今はたまに受信をしてるのみです。受信状況がわかんないと、あと使い方ね、操作方法がよくわかんないので、それもちょっと送信はできませんので、受信しながらどういうやり取りをしているのかなというふうなものを見ながら、あといろんなね、OM さんが詳しく解説してくれたホームページを見ながら、まあ、実際に CQ に応答するときはここを押せばいいのかとかね、時計の構成をしなきゃいけないとかね、まあ、いろんなこと書いてあるので、詳しい OM さんが。で、それを見ながら、FT8 なり何なりをする準備をしております。だからそういった面ではフォンの更新もほとんどしてません。ほとんど受信だけをしながらそのバンドの特徴状況をよく把握して、どういう時間帯にどういうところが、どんな動きになっているのか、特に VU はね、もうアンカバー多いので、この辺は、東京は、アンカバーが大体どの辺に出てるのか、何時ぐらいに出てるのかとかね、変にガチやって、まだなんかトラブルになってもめんどくさいですし、HF だと、まあ今冬の季節なんで、一番、電波で遊ぶには最悪の季節なので、こういうコンディションの悪い時に、どの時間にどの、バンドが開けているのかっていうのをワッチしながら、感覚的に身につける、体感で身につける、ことで、まあ、実際に本格的に運用する準備を、してます。なんでそんなめんどくさいことするのかと、もう免許あるんだから、バンバン CQ 出せばいいじゃないかということもあるんですが、やっぱりね、息の長い運用をしたいんですね。あんまりなんて言うんでしょうか、バーッと熱上げてね、ドワーッとやりまくって、一気に冷めちゃってもうやめたってなるのも怖いので、比較的時間はあるのかな、はい、まあ、時間があるんじゃなくて比較的時間が自由になる、仕事ですので、取材とかない限りはね。なので、まあ、ゆっくり準備期間別に1年あったっていいじゃないかと。コンテストとかあって、そのコンテストでサービスするような時は前10メーターのね、コンテストがあった時にサービスしたように、別にサービス側に回ればいいじゃないかと思いますし、OM さんのね、例えば7メガとかね、3.5 メガとかの OM さんのラグ中って面白いですよ。まあ、言い方悪いですけど、おじいちゃんばっかりですけどね、声からしてもおじいちゃんばっかりですけど、だけど、昼間からね、まあだからおじいちゃんなので、もう仕事はリタイアしてるんで、いくらでも時間はあって、それまでね、積み上げた施設がバーンと多分あるんでしょう。だから、普通に VU の FM のように7メガとか 3.5 メガでラグ中してますよね。
で、そのラグ中聞いてるとほとんどがやっぱり技術の話なんですよね。で、そういう話聞いてるとためになりますよね。まあ、昔話もされますよね。真空管がどうとか。さすがに私は真空管は知らないですけど、その世代じゃないので、その真空管が主流の後の世代なので、真空管の理論ありましたよ。ありましたけど、それは主流ではもうなかったんですよね。だから真空管の話されても、さすがの私にはよくわかりませんが、まあだけど比較的昔はこうだったとかね、いうそういう懐かしいラグ中をしているので、そういうのを聞くだけでも、面白いですよね。まあ、こんな感じで今準備期間中で、年内は、FT8 というかデジタルモードの許可が下りるかどうかが分かりませんので、年内にもうすぐ、ね、終わっちゃいますので分かりませんが、ただまあ1月2日ですかね、 QSO パーティーでしたっけ、新年のね、12年やり続けなきゃいけない苦行パーティーですよね。あれはまあ20曲で7日間でしたっけ ?2 日間でしたっけ、ですので、QSO パーティーをこと始めにしてもいいなと思ってるんですけどね。別に無理に HF じゃなくったって、別に VU での FM でいいわけですから。で、まあ、東京だったら VU、FM 探せば20曲ぐらい多分行くんじゃないですかね。ダメだったら、7メガで10ワット出せばなんとかなるんじゃないかなというふうに思いますので、近くなったらね、 DX は難しくても、なのでまあまあ1月2日の QSO パーティーから出ようかなと思います。あれ、D スターとかもでもいいんですかね。多分いいんでしょうね。名前、レポートとオペレーターネームでしたっけ、コンテストナンバー。別にモードもバンドも確か制限ないですよね。D スターでもいいんですかね。リピーターでもいいんですかね。デジタルモードでもいいんですかね。まあ、いいんだったら、どっかの、デジタルリピーターで、まあ、CQ 出してる方いっぱいいるでしょうから、そこで、まあ迷惑かな、そんな。QSO パーティーのための CQ とか出したら迷惑かもしれませんが、まあ4、3メイン。FM で出せばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、QSO パーティーはどこのバンドも多分それなりに賑やかなんでしょうから、ちょっと変なところで稼ぎたいですよね。6メーターとかね、6メーター FM とか AM でもいいですけど、6メーター AM とか10メーター FM とか、そのなんか変なところで20曲稼ぎたいですよね。別に遠くじゃなくても近くでもスキップするかもしれませんが、なんか面白いところの変なバンドで変なモードで出したいですね。で、6日間連続してやれば、なんかあれなんですかね、突起つくんですかね、突起なんかわかりませんけど、あるんですよね。だから6日間できるのかな、6日間、2日から6日間、だから2日、1月2日から6日間、だから1、できそうですね、できそうなので、まあ取材とか入れば VX3 持って1ワットで FM で出せば1曲ぐらいできるでしょうから、6日間連続で何がもらえるのか、なんか抽選で当たるんでしたっけ、抽選でなんか当たるんですよね、何でしたっけ、手拭いとハンディキ当たるんでしたっけ、手拭いいらないけど、まあできるんだったら6日間連続して20曲ゆっくりやってもいいなとは思いますけどね。まあそんな感じでちょっと QSO パーティー頑張ろうかなというふうには思ってます。そんな感じで今は準備中なのと、その準備のために、何十年かぶりに CQC を買ったというお話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。